キットマン北海道探索チャンネル今回は西28丁目駅の向かいにある廃墟風のビルを観察いたしましたご覧くださいなぜこの廃墟風ビルを観察したかといいますと以前、西28丁目の、まあ、換気扇を取材したときに西28丁目駅の向かいにある廃墟風のビルを調べてくださいというコメントがあったので調べてみることにしましたご覧のように1、2、3と数字書いてますよね。でこっちは7 どうやらこれはね、月決め駐車場なようです。このビルの周りが月決め駐車場です。では、このビル本体は何かと言いますと、医療医療用の医薬品の卸売会社だったと、そういう情報があります。ただね、今は使ってない感じがあります。まあ、謎としてはですね 解体して駐車場とかにせずにこのまま残っていることですよね多分ね私が子供の頃からあったので40年近くはありますね 解体しないのはねやっぱお金がかかるとか、まあ、別に解体しなくていいとかまあいろんな理由があるんでしょうけれどもこの西二十八丁目駅の周りはものすごい交通量もありますし、まあ、大通り方面からとに方面小樽方面に行く幹線道路でもありますからね非常に目立つところにあるので結構知ってる人も多いと思います知ってるけどねなぜあるのかわからないですよね で12番、13番結構広範囲にわたって駐車場なんですよで雰囲気的に直接医療用の医薬品とかを入れていたようなシャッターもあったので、ね、商品がそのまま入ってたのかもしれませんで上から見たら結構ね草が生えてるんですよねで柱が突き出てるタイプの建物です上にも突き出てますし横にも突き出ている状態ですね 調べるところによるともろーというこちらも医療用の医薬品を扱っている卸売会社らしいですでさらにこのビルの隣に不二家だった廃墟風の店舗があるんですよねこれは不二家西二十八丁目店といってかなり昔に閉店したんですがまだ残っている状態ですこと2店はすぐに内装とかね 全部撤去されてるんですけれどもこの西28丁目にある廃墟風の店舗はまだあのな内装というかね中に物が残っている状態ですこれはアイスクリームが入っていたそのケースですよねこちらはケーキのショーウィンドウですね富士屋の店舗が 一時期一気に閉店した時期があるんですけれどもなぜかと言いますと「ミノモンタの朝バというニュース番組で不二家の使っている原材料は賞味期限が切れているというう、まあ、嘘の情報をこう流したわけですよね。でそれはね未だにににここうう問題になっていてい不当に富士屋をこう 追い詰めた傷つけたということでいまだに不二家はミノモンタの朝唾によってこう潰されたのではないかという書き込みなんかも見つけますそんな感じで西二十八丁目駅向かいの廃墟風建造物でしたありがとうございました